さあ、勇者ルーサー、よくぞ来てくれた。この近くにコインランドリーはありますかコインランドリーはい、ちょっと、服が汚れて。服ああ、そうか。コインランドリーはわからないが、服屋ならいくらでもあるぞ。いや、服屋はいいです。この服がいいんで。コインランドリーはないですかわかった。それは誰かに聞いといてやる。それより、この剣を抜いてくれないか勇者ルーサーよ。剣ですかそうだ。伝説の剣だ。そうですか。さあ、勇者ルーサー、この剣を握ってくれ。いや、あのー、すいません。あんまり詳しくなくて。 なんで俺がその剣を握るんですかなんと、この剣を知らん者がおるとは。この剣は伝説の剣。選ばれし勇者しか抜くことができないのじゃ。抜くそうじゃ。邪魔だから抜いてほしいって話ですかいや違う。抜いたこの剣で魔王を討伐してくれって話じゃ。なるほど。俺が抜いて使うってことですね。そういうことじゃ。そうですか。先ほども少し話しましたが、私は自分が持つものや身につけるものにはこだわりがあります。本当に気に入ったものしか持ちたくない。この服なんて何件服屋を回ったかわかりませんし。 このマントを探すのにも何日もかけました。そ、そうなのか。はい。変わってるって思うでしょ。そうですよね。ただ魔王を倒すということにおいて、自分を曲げないというのは何よりも大事なんです。少なくとも俺はそう思ってます。話はよく分かった。だがそういうことなら心配はいらん。この剣は最強の剣。魔王を討伐するためだけに作られた剣なんじゃ。魔王を討伐するお主が、似合わないわけがないじゃろ。なるほど。魔王を倒すためだけに作られた剣か。 確かに面白い。俺にぴったりの剣だ。そうじゃろう。はい。じゃあこれの赤をください。はい。これの赤をください。赤いや、これはそんな種類があるもんじゃない。あ、あ、じゃあちょっと検討します。検討赤があればすぐ抜くんですけど。青じゃダメか。はい、ちょっと。検討します。なんかいろいろ回ってからまた来ます。